今度は立体図形の辺や頂点面の数について調べていきましょうやはりコンピューターで図形をいろいろな角度から見ていきますよはじめに四角柱です。まず辺の数を数えてみましょう数えた辺の色が変わっていきますからよく見ていてください1 2 3 4、5、6、7、8、これで全部かな。いやいや、反対側の見えないところにも辺はありますね。裏側に、1、2、3、四角中に辺は全部で12本ありました。今度は頂点の数です。 1>, 1、2、3、4、5、6、7、全部で7つありますね。裏側にもあるね。裏側には1つ。四角中に頂点は全部で8つありました。今度は面の数を数えましょう。わかりやすく展開図に開いてみますよ。 四角柱の展開図ですもうわかりましたね色を変えていきますから確かめてください四角柱には面の数が全部で六つありました柱のようになっている立体図形の辺や頂点面の数について整理しておきましょうでは表でまとめていきましょうまず三角柱ですね 底面の形は三角形側面の数は3個面の数は5つ辺の数は9本頂点の数は6個そうなりますね。 4個面の数は6つ辺の数は12頂点の数は8個でしたね、えー、次は五角柱です底面の形は五角形側面の数は5個面の数は7つ 辺の数は15頂点の数は10個そうなりますね最後は円柱です底面の形は円側面の数は1つ面の数は3つそうなりますね、えー、次は衰退ですよ やはりコンピューターで見ていきましょう。今度はこんな形。四角錐ではどうでしょう。底面が四角形で先が尖っていますね。四角錐をぐるっと回してみましょう。まず、辺の数ですよ。1、2、3、 c。5本。裏側にもありますね。裏側には。1。23本合わせて8本ありましたね。頂点の数はどうでしょう？12。3 4。もう1つありました。 裏側に。一つ。四角錐の頂点の数は。全部で。五つですね。面の数はいくつあるでしょう。想像してみてください。展開図にしてみますよ。四角錐の面の数は。全部で。五枚でした。 先の尖った図形の辺や頂点面の数について整理しましょう次は水体ですよ三角水四角水五角水円水について、えー、底面の数側面の数面の数辺の数頂点の数をまとめていきます。まず三角錐ですね。 底面の形は三角形、側面の数は三個、面の数は四つ、辺の数は六本、頂点の数は四個ですね。次は四角錐です。底面の形は四角形、側面の数は四個、面の数は 5個、辺の数は8本頂点の数は5個そうなりますね、えー、五角錐、底面の形は五角形側面の数は5個面の数は6個辺の数は10本頂点の数は6個 そうなります、えー、最後に円錐底面の形は円側面の数は1つ面の数は2つ辺はありませんね頂点の数は1個ですこれで、えー、まとめを終わります。